皆様、本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ前方より詰めてお座りください。まもなく開始します。この会場の Wi-Fi 環境についてアナウンスします。今回この会場の Wi-Fi の環境はスライドの通りとなっております。ぜひアクセスしておいてください。今回のプレゼンですが、質問やご意見の受付も Twitter にて行っております。ライブイントゥーコードとハッシュタグをつけていただければユーザーテスト後の休憩時間に拾っていきます。皆さん何かご意見やご質問があればご投稿をお願いします。そして本日はご来場の皆様にもアプリケーションの審査をお願いしております。受付の時にお配りいたしましたデモデーと書いてある資料が本日の登壇者と審査フォームになります。こちらからアクセスしていただいて本日の登壇者の審査をお願いします。本日の審査の軸をちょっと先にお伝えしておきます。今回審査軸は5つございます。1つ目はプロダクトが解決する課題の着眼点、2つ目課題に対する解決策の着眼点、3つ目プロダクトの得意性独自性、4つ目プロダクトの完成度技術的観点、そして最後に課題や解決策アプリをうまく説明できていたか、この5つとなっておりますので、ぜひこういった観点から皆さんのプレゼンをお聞きいただけたらと思います。それでは今しばらくお待ちください。
それではお待たせいたしました。これよりデモデーに関する会場設備についてご説明したいと思います。始める前にもアナウンスさせていただいたんですが、もう一度アナウンスさせてください。この会場の Wi-Fi の ID とパスワードが前にございます。こちら接続をお願いします。そしてアプリケーションの審査は受付の時にお配りいたしましたデモデーと書いてある資料の QR コードからお願いします。そしてご意見やご質問があれば今回ツイッターにて受け付けてまいりますのでダイブイントゥーコードとハッシュタグをつけていただければユーザーテスト後の休憩中に拾います。ぜひ積極的にご投稿をお願いします。本日なんですが撮影が入っております。皆さんの後ろにビデオがいくつかあると思うんですけれどもこちらお顔が映ってしまう可能性もありますのでご了承ください。そしてお手洗いは会場を出ていただいて右手にございます。飲食は会場の後ろ側でお願いしたいと思います。休憩などもございますので適宜ご利用ください。それではご案内はこの辺で終わりまして改めてデモデーを開始したいと思います。今回司会を務めさせていただきますメンターの佐藤真也と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。普段はダイブイントゥーコードで教育メンターとして皆さんの課題の採点であったり質問の対応であったりをさせていただいております。このようなイベントの司会は久しぶりでちょっと緊張しています。精一杯頑張りますのでぜひ温かい目で見ていてくださるとありがたいです。改めてデモデーの開催の目的をここで共有したいと思います。開催の目的は2つあります。1つ目が発表者試験ということで皆様の就職の際にアピールすることのできるようなフィードバックをもらえる場というようにしております。そして2つ目がダイブイントゥーコード視点ではコミュニケーションの場あるいはビジネス視点の場レベルマインド部分の周知ということです。この2つが今回のデモデーの開催の目的です。ダイブイントゥーコードのビジョンがプロのエンジニアになるために挑戦する人がチャンスをつかめる場を作るということがビジョンとなっております。エンジニアになりたいという人がまさにチャンスをつかめる場を作っていくというのが弊社のビジョンになっていきます。今回はこの場を作るという点でデモデーを開催したいと思います。皆様よろしくお願いいたします。
それでは続きまして本日の流れをご説明したいと思います。この後会場のスポンサーのご紹介や審査員のご紹介を行います。本日は審査も皆様にお願いしますので、その審査についてのご説明もしたいと思います。その後に登壇者5チームにそれぞれ3分ずつプレゼンテーションを行っていただきます。その後5分程度の休憩を挟みましてユーザーテストをしていきたいと思います。このユーザーテストでは実際にアプリに接続していただいて、実際にどういったものかを具体的に見たりとか、質疑応答の場とさせていただけたらと思います。最後、審査が終わった方からデモデーのアンケートを入力後、休憩に入っていただきます。休憩中に審査結果の集計をし、その後表彰という流れになっていきます。表彰が終わりましたら皆さんで記念撮影をいたしまして、その後は懇親会もございます。飛び入り参加も可能です。飛び入り参加の方は1500円のお支払いが必要なので、後方にいるライブイントゥーコードメンターにお声掛けください。最後までごゆっくりお楽しみいただきたいなと思います。といったところまでが本日の流れとなっていきます。皆さんここまで大丈夫そうですか？大丈夫そうですかね。登壇者の皆様はドキドキされてると思うんですけど、頑張ってください。では続いて会場提供スポンサーのご紹介をしたいと思います。この会場はレバテックから提供していただきました。山田亮様、ありがとうございます。山田様、何か一言ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか？はい、皆さんこんにちは。こんにちは。会場のスポンサーやらせていただいておりますレバテックの山田と申します。レバテックご存知の方どのぐらいいらっしゃいますか？すみません。 ありがとうございます。はい、弊社が、フリーランスエンジニア、もしくはそのエンジニアとしては転職を考えている方々向けのこうお仕事紹介をしている会社となりまして、もしよろしければホームページ見ていただけると嬉しいなと思います。はい。で、今回会場の提供という形で、もうダイブエンティコードさんのデモデーに関しては3回目とかですかね。はい。会場の提供させていただいておりまして、私自身ダイブエンティコードさんのビジョンに共感をして、こういったチャンスの場というところで、魅力ではあるんですけども会場提供という形で、そのビジョンの後押しをさせていただいているという形になっております。はい。で、今日私も後ろから発表の方を拝見させていただいておりますので、楽しみにしております。発表の皆さん頑張っていただければと思いますし、会場の皆さんは審査も兼ねているということもありますので、ぜひ、前のめりで入っていただけると嬉しいなと思います。はい、私からは以上です。よろしくお願いします。はい、山田様ありがとうございました。ぜひこれを機会につながりたいという方がいらっしゃいましたら声をかけてみてください。ありがとうございました。では続いて審査員のご紹介に移りたいと思います。お名前を呼びいたしますのでその場で結構です。一言ずつご挨拶をお願いします。今回審査員は4名いらっしゃいます。まずメドピア株式会社執行役員 CTO 福村明則様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日は昨日に引き続きすごい暑くなってるんですけども、まあなんかデモデイがあるからか、皆さんの熱気が気温になったのかなと思っております。メドピアっていう会社ちょっとあまり知られてないと思うんですけども、知ってる方いますかね？あ、意外といられる。医者専用のサイトをやっていて、日本の3人のうちの1人が会員であるメドピアというサイトを運営しています。でそこで僕は CTO をしているんですけども、もともと僕サービス作りが大好きで、自分のサイトとかも作ってよくアクセスとかやっては測ったりとかが大好きでした。でですね、こういう場っていうのはすごい一気に自分の成長を加速させる場だと思っているので、非常に今回楽しみにしております。ちょっと一言ずつ、野呂さんと実は2年前のルビーワールドカンファレンスで知り合って、そこからずっとこう情報交換とかさせていただいたので、今日こういう場でですね、ちょっと力になれるっていうところで審査員やらせていただけるということで、僕からもこう頑張って審査していきたいので、皆さんよろしくお願いします。
がとうございました。次に株式会社キュルキュル代表取締役 CEO 時田由美子様、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。株式会社キュルキュルの時田と申します。弊社はですね、女性ゴルファー、ゴルフというスポーツの、IT サービスを提供する会社でして、現在女性ゴルファーさんの、10人に1人以上には使っていただいているさまざまなサービスを提供しています。また最近女性の、妊活という社会課題がありまして、この妊活者向けの SNS というサービスというのも始めまして、それの日本の普及っていうのを応援している会社です。で、私自身はですね、過去に、違う会社で CTO をしていたこともありますし、でも実は15年以上前にインターネットに出会ってハマったっていうのがこの道に入ったきっかけでした。当時は初めて自分が作ったサービスは、当時応援資格を取りたい日本中の方たちとインストラクターさんたちを使って、皆さんのスキルアップを図るというサービスを提供し、それも日本で多分全国で一番大きくなったと思っているんですけれども、そんなサービスを提供するのがとても大好きなところから現在に至っています。そのステップの中で感じたのが、結構昔は簡単にできたサービスが、最近はさまざまなサービスが増えてくることによって、なかなかですね、一つ出せば当たるみたいな形ではなくなってきているなってことがありますので、皆さんは昔よりもちょっと難しい環境の中でいろんな事業やサービスを考えていくのかなというふうに考えています。で、今日はそんな素敵なですね、皆さんが考え尽くしたサービスを聞けることを楽しみにしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。次にライブイントゥーコード卒業生で以前デモデーで優勝されたニュータニックスジャパン合同会社小西雄介様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。前回に引き続き審査員をさせていただくことになりました小西雄介と申します。前回ここで挨拶した時にはダイブイントゥーコードで学んだウェブ開発の知識を生かしてウェブサービスの会社に転職しましたみたいな偉そうなことを言ってたんですけれども、あっさり転職しまして、今はニュータニックスという会社にいます。でニュータニックスは分野としてはハイパーコンバージドインフラストラクチャーという分野になるんですけど、そういったキーワードご存知の方っていらっしゃいますか？お、変態ですね。ちょっとパブリッククラウドとかを触られている方にはあまり馴染みのない会社なんですけれども、もともと Google の分散ファイルシステムを作っていた、アーキテクトの方が、Google からスピンアウトをして作った会社で、物理サーバーを何台も連結させやすいような構成で Web スケールっていう考え方で作られた、サービスとかハードウェアを提供する会社になっています。で、ウェブ系の勉強をしていたんですけれども、個人的なキャリアとして下のレイヤーの方から上の方まで全部やりたいというちょっと欲張りな考えを持って転職して今修行中の身です。で、前回参加した時に私自身もデモデーの発表を聞いて刺激を受けて、実は前回から1日1コミット GitHub に草を生やすという活動を地味に続けております。で、今回発表される方は今そこに控えられていて緊張していると思うんですけれども、ぜひ自分が作った自信作を隅から隅まで話す時間はないかもしれないんですけれども、ここで発表しないと自分の成果は伝えられないと思って、もうここぞとばかりに解き放って発表してください。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。では最後にライブイントゥーコード取締役代表取締役野呂弘義です。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。ワクワクしますね。
今日本当に開催できてよかったなって思ってます。台風が来てましたからね、実はもう3日ぐらい前からですね、あ、もしかしたら開催できないかもしれないななんて実は思ってました。ただ、その中で何としても晴れ男いないか晴れ女いないかということでですね、うちのメンバーにですね、まあ、晴れ女がいるということが分かってですね、これはもう晴れるんじゃないかということで、それにかけて、熱意を持って皆さんご招待させていただいてました。本当にありがとうございます。お越しいただきまして、審査員の皆様、そして発表されるですね、皆さん今むちゃくちゃ心臓がドキドキしてると思うんですけど、楽しみにしてますよ。はい、ものすごい楽しみにしてます。で、私もすごくワクワクしててですね、この場、デモデーの場っていうのはですね、もう5回目になるんですね。で、やっぱりこういう場を開催するっていうことっていうのは、挑戦する人がちゃんとチャンスをつかめる、そういう場を作りたいっていう思いで開催してます。で、今回ご発表される方は皆さん自分から手を挙げてる人なんですよ。自分からやりたいっていう人なんですね。スクールがやりなさいではなくて、やりたいっていう人が発表されます。皆さんですね、新しい分野にチャレンジする、きっと演者になりたいっていう人もいるし、異業種に転職をしたいという方もいらっしゃると思います。自分で決めて自分で行動して人前で発表するってすごいことだと思うんですね。で、その方たちが今日発表されます。ぜひ皆さんもですね、いいエネルギーを獲得できる場だと思いますし、どうか今ワクワクするな、ちょっと緊張するなって気持ちもあると思うんですけど、ぜひ発表者さんたちを盛り上げていただいたりですね、ご自身の中でこれどうなのって聞いてみたいことをたくさんぶつけていただくと、それがまたつながってですね、よりいい場になっていきますので、どうか楽しんでいってください。皆さん、今日はデモデーにダイブするぞ。おー、ということでありがとうございました。よろしくお願いします。力強いコメントありがとうございました。それでは早速進めていきたいと思います。今回は皆様にも審査をお願いしたいと思いますので、一般審査の参加方法についてご説明したいと思います。皆様、受付でお配りしておりますデモデーと書いてある資料を出してください。こちらに審査フォームがありますので、こちらの QR コードからアクセスしていただいてご入力していただくという仕組みになっております。本日は5チームの登壇者がいらっしゃいますので、5チーム分の審査のご入力をお願いします。こちらの審査の軸について再度ご説明させていただきたいと思います。始める前にもご説明させていただきましたが、今一度確認させてください。今回の審査の軸なんですが、5つございます。前のスライドに映している5つです。プロダクトが解決する課題の着眼点、2つ目、課題に対する解決策の着眼点、3つ目、プロダクトの特異性、独自性、4つ目、プロダクトの完成度、技術的観点、そして最後に5つ目、課題や解決策、アプリをうまく説明できていたか、この5つが審査の軸となっていきます。皆さん、ご入力をお願いします。入力の仕方がわからないという方がいらっしゃいましたら、スタッフがおりますので、聞いてみてください。で、スタッフは、灰色っぽいグレーのパーカーを着てたりとか、あと水色のこの私の T シャツですね、着てたりすると思うので声をかけてみてください。ここまで皆さん問題なさそうですか？大丈夫ですか？はい、では、このご入力なんですけれども、今回登壇者5チームが発表を行い、その後休憩、ユーザーテスト、審査、そしてデモデーのアンケートの入力、すいません、ちょっと切れたので地声でちょっと聞き取りづらいかもしれないんですけれども、大きい声で話しますので、すいません、お願いします。デモデーのアンケートの入力をしていただいた方から、順次休憩という流れになっていきます。ユーザーテストの終わった後の休憩までには審査フォームのご入力をお願いしたいと思います。失礼いたしました。このご入力、もう一度言いますね。今回5チーム発表を行います。その後一度休憩をとって、ユーザーテストで審査とデモデーのアンケートの入力という流れになっていきます。で、それが終わった方から休憩という流れになっていきます。
ユーザーテストの終わった後の休憩の前までには審査フォームのご入力をお願いします。その後集計をいたしまして最後表彰という流れになっていきます。できるだけ早めにご入力をお願いします。ということで審査についてのご説明はこれで以上となります。皆様ぜひどんどん書いてください。よろしくお願いします。では早速登壇に移りたいと思います。今回ですね5チームおりまして順番に前に出ていただきたいと思います。チーム加瀬水佐藤さん、白石陽介さん、山口秀則さん、渡部美奈穂さん、チーム道玄坂さんという順番で行いたいと思います。ではまずすいません、ちょっとマイクの調子が悪いみたいなので再度これで失礼します。ではまずチーム加瀬水佐藤さん、前の方でご準備をお願いします。後ほどユーザーテスト、ツイッターのハッシュタグをつけていただきましての投稿をお願いします。ちょっとマイクの調子が悪くてすみません。地声ちょっと違う、すみません、ちょっと地声で聞き取りづらいかもしれないんですけれども、ちょっと聞き取りづらいかもしれないんですけれども、大きな声で登壇者の方はお願いします。準備大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ではチーム加瀬水佐藤さん、お願いします。本日は10月7日、暦の上では秋、皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか。私たちは皆様に運動の秋をご体験いただけるアプリをご用意いたしました。まず本発表の流れです。次に私たちの自己紹介です。私は佐藤、こちらに控えているのが加瀬と申します。私たちは前職がインフラエンジニアで、ジャンルは違えど体を動かすことを趣味にしております。さて、こちらにいます健康への不安、今日までに皆さんも一度は考えたことある内容じゃないでしょうか。この健康への不安に運動は少なからず関係しております。つまり約3分の1の人が運動に高い関心を持っていらっしゃいます。ただこの運動にあるイメージがついていることを皆様は薄々お感じになっていないでしょうか。そう、運動は辛いということです。理想像を描き、息を始めるも途中で辛くなる、そして最終的にはやめてしまうのです。 95% こちらはジム通いにされた方の割合です。ではなぜほとんどの方が挫折してしまうのか、調査の結果がこちらです。運動に対するネガティブなイメージがこちらのデータから見て取れます。要するに運動を挫折する原因は主に3つです。1つ目は運動に対する苦手意識、2つ目は運動、おのおのが描く高い理想、そして3つ目は達成するまで必要となる時間とお金、忍耐力、継続性、プレッシャー、この全てをクリアした方だけが運動という大きな門をくることができます。そこで私たちはこの運動の門をくぐるために適切なサポートが必要不可欠だと考えました。
そして、開発者アプリが運動初心者向けアプリアスラクです。ではここからアプリの紹介に移ります。アスラクは一言で申し上げますと筋トレ版プロゲートです。アプリの主な機能はこちらの3つです。1つ目は最適メニュー提供機能。ユーザーアンケート結果から最適なメニューを提供いたします。2つ目はレベルアップ機能。ゲーム予想を内包しております。3つ目は未来図機能です。リソートを可視化できる仕組みを搭載しております。アスラクは競合他社と比較いたしましてもお財布に優しいかとなっております。アスラクの、ちょびっといたしましてはシンプルなことです。事前知識なしに運動を楽しみいただけます。マネタイズは2つの方向性で検討しております。1つ目はプレミアム版、2つ目は企業提携です。本日はさまざまなお話をさせていただきましたが、私たちのアプリアスラクについてご理解いただけましたでしょうか。アスラクは誰しもが運動の楽しさを感じることができるアプリを目指して開発いたしました。私たちのアプリアスラクが皆さんの明日を楽にします。ご清聴ありがとうございました。チームカセミズ佐藤さんありがとうございました。私も運動でバレーボールやってるんですけれども、なかなか続かなくてですね、こういうアプリがあれば続くのかなっていうふうに思って聞いてました。ありがとうございます。では2人目白石陽介さん、ご準備の方をお願いします。白石陽介さんは KDN 家電を買いたたけというサービス名でプレゼンをしていただきます。ご準備の方を行っておりますので少々お待ちください。はい、大丈夫でしょうか。はい、ではお願いします。ただいまご紹介に預かりました白石と申します。今回はレシート共有サイト、レシート共有サイト家電を買いたたけ KDN という、題名でプレゼンをさせていただきます。では始めます。突然ですが皆さん家電安く、買えてますでしょうか。家電量販店で交渉するということ自体がハードルが高いと思うんですけども、私いつも定価で買ってます。かなり交渉としてはチキンなんですけども、はい、でもどうせだったら高い買い物ですし最安値で買いたいですよね。価格の交渉次第で値段が高くなったり低くなったりしてしまうのも家電量販店の、交渉の特徴だと思います。それで、統計にもありますように、家電の交渉が苦手だという方が約 40% いまして、 40% の方が家電交渉が苦手、恥ずかしいと思っているというリサーチがあります。私は家電量販店の値切り共有サイトを作って、レシートの共有、そして、交渉のノウハウを共有して、家電を買いただこうというアプリを作りました。皆さんも上手な買い方を、上手な交渉術、買い方を身につけて、価格 .com の上を行く、便利、お買い得な、買い物をいたしましょう。主な機能なんですけども、ストーリー共有機能、検索機能、レシート編集機能とありまして、ストーリー編集機能は、価格の、交渉のノウハウを皆さんで共有して、この、ヨドバシだったら何パーセントのものがあるとか、その、季節によってですね、あとは現品単位であれば、現品在庫のがない現品であれば、安く買えるとか、そういうノウハウを皆さんでストーリーで共有して、交渉術のノウハウをマスターして、
共有しようという、機能です。で、検索機能というものがありました。次に検索機能なんですけども、自分がどこで買ったとか、はい、まあ、検索機能があるんですけども、とレシート編集機能もありまして、家電に買った証拠をレシートを撮影して、プライベートなところは黒塗りにします。これで個人情報も漏れないので、家電を皆さんで共有して安い買い物をしましょうというのが私の、今日のサイトを作った目標です、目的です。以上、ありがとうございました。白石洋介さん、ありがとうございました。家電、ありがとうございました。家電ですね、私もそういうふうに交渉できるって実は結構最近まで知らなくて、で友人がやっているっていうのを知って、あ、じゃあ私もやろうと思って、前エアコンを10万ぐらい安くしてもらったことがあります。でもレシートとかでやっぱりあると、それを参考にしてできたりするのでいいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ではですね、3人目、山口秀典さん、ご準備の方をお願いします。はじめまして、2018年2月期生の山口と申します。まずはじめに私の体験談をお伝えしようと思います。私は今年の7月、右足に人工関節を入れる手術をしました。そのためしばらく杖を使って歩いていたのですが、出勤時あるお年寄りとしばしば同じバスに乗ることがありました。その方はとても目が悪く、例えばバスを降りてエレベーターまでは歩いていけるけど、エレベーターのボタンが押せないような状態でした。私も階段が上れなかったためエレベーターを使い、ボタンはいつも私が押してました。ある日、私が杖を使わなくても歩けるようになった頃、バスがいつもとほんの少し違う位置で停車することがありました。それだけでその方はエレベーターの場所が分からなくなり、うろうろとさまよいそうでした。私はその方が目が悪いと知っていたので、すぐにエレベーターまで案内してあげましたが、他の乗客は見向きもしませんでした。そこで私は思いました。もし他の乗客もその方が目が悪いと知っていたら助けてあげたに違いない。そこで今回私が制作したアプリがこちらです。ビーパー、助けを必要としている人と助けたい人のマッチング。これを実現するためには、困った時にその場所で誰でも簡単に助けを呼べる必要があります。それはウェブアプリケーションだけでは実現できませんので、こちらを使います。ビーコン。ビーコンとは BLE、 Bluetooth ローエナジーを使って情報を発信するデバイスです。使い方の例としては、レストランやショップなどに据え置きし、クーポンなどの情報を常に発信し、近くを通った人がスマートフォンで受信するというような使い方があります。電波の距離は数センチから数百メートル、大きさも様々で、現在はこのようにとても小さく持ち運びに適しているものが何種類もあり、ボタンを押したときのみ情報を発信することができるものもあります。こちらの写真をご覧ください。これはある日曜日の私の家の近くの駅のホームの写真です。車椅子やたくさんのベビーカーがエレベーターの前に並んでいます。写真には収まっていませんが、実はこの列はもっともっと長かったんです。もしかしたらこのような場面でもビーパーは役に立つかもしれません。年配の方、妊娠している方、車椅子の利用者、日本語を話せない観光客など、さまざまな場面でビーパーは活躍できます。今後高齢化が深刻化する上で、若者たちの助けは必須だと思っています。日本、世界をより良くするためにビーパーは活躍できます。以上です。すみません、マイクが調子が戻ったようなので、マイクでお話しします。
みません、地声で頑張ってくださった方々、熱量を皆さん見ていただけると嬉しいですね。山口さんのアプリケーションありがとう、発表ありがとうございました。そうですね、確かにその目がすごい悪いご老人の方っていうのも分からないと、やっぱりこっちとしても手出して手伝っていいのかなみたいな感じになっちゃうので、こういうアプリがあればそういうのが解決できてすごくいいんじゃないかなって思いながら聞いてました。山口さん発表ありがとうございました。ではですね、4人目渡部美奈子さん、ご準備の方をお願いします。日本語教師の欲しいものというサービス名でプレゼンをしていただきます。ご準備の方はよろしいでしょうか。はい、では渡部さんお願いします。はい、こんにちは、渡部美奈穂と言います。山口さんと同期の2月期生です。私は日本語教師の欲しいものっていうアプリを作りました。私は日本語教師をしていて、外国の人に日本語を教えています。日本語教師として私が特に目指していること、頑張っていることは、学習者の豊かなコミュニケーションのためにサポートをすることです。例えば1番さっきあの人に会った、2番さっきあの人に会っちゃった、これが相手に伝えていることってちょっと違いますよね。これは日本語教育では何とか何々してしまうっていう文法なんですけど、私はクラスではこの手しまうを使ったら相手に何が伝わるのか、いつどうやって使えばいいのかっていうようなことを学習者と一緒に考えながら練習をして、クラスの外でも自分で使えるようにという仕事をしています。クラスの中には本当にいろんな人がいて、毎日とても面白いことが起こります。私も学ぶことがすごく多くてとても楽しいんですけど、まあ、楽しいだけじゃなくて、話せるようになる授業をするためには事前の準備がすごく大切になってきます。で、この準備なんですけど、私たち教師にとってはこれがかなり孤独な戦いでして、というのも一人でずっと考えてると日本語が分からなくなっちゃったりするんですね。本当にこういうふうに使ってるかなとか、この文法のポイントってこれで良かったかなって悩んでしまったり、あとはポイントが分かったとしてもそれをどういう例で伝えたらいいかな、どういう順番で話したら分かりやすいかなっていうことですごく悩んだりします。で、気がついたら夜中になっていて、まとめようと思ったらなんか大切なことを見落としてしまったりして、で、夜なのに誰かに聞きたいな、相談したいなって思うこともたくさんあります。で、多分学習者に本当にコミュニケーションできるようになってほしいと思っている先生は私と同じような時間を過ごしているんじゃないかと思います。そこで私は先生たち、私が目指していること、学生が豊かにコミュニケーションできるようにサポートすること、そして私自身がもっといい先生になること、いい先生をもっと増やすことが目指しているので、私と同じような思いでいろんなところで頑張っている人、苦しいけど前向きにクリエイティビティを発揮しようとしている人と一緒に考えられるようなアプリを作りたいなと思いました。で、このアプリでできることなんですけど、日本語分かんなくなっちゃった時にたくさんのリアルな日本語に触れられること、あとは悩んだ時相談できること、大事なことを忘れてしまいそうな時に振り返れるような機能をつけました。まあ、実際のアプリについては後でユーザーテストの時に見てください。最後に私卒業もすごく遅くて、デモデに出るって言ったらみんなにちょっと驚かれたくらいなんですけど、最後までできて本当に嬉しいです。ありがとうございました。以上です。渡部美奈穂さんありがとうございました。私も塾講師をやっていた経験があって、その時に国語と英語を教えてたんですけど、考えてると確かに何が何だか分からなくなってくる時があるんですよね。本当にこういう教え方で伝わるんだろうか、いいんだろうか、合ってるんだろうかみたいな時があります。なのですごいそれに役立つアプリなんじゃないかなと、ユーザーテストが楽しみになりました。渡部さんありがとうございました。ではですね、最後5人目、チーム道玄坂さん、準備の方をお願いします。
この後にユーザーテストがございますので、実際にその時にどんなアプリかを見ていただいて、審査フォームをご入力いただけますと幸いです。ご質問がある方は、ぜひそちらのユーザーテスト、もしくはツイッターでの投稿をお願いします。チーム道玄坂さんは、イチオシというサービス名でプレゼンをしていただきます。ご準備の方をしております。少々お待ちください。はい、はい。はい、ではチーム道玄坂さん、お願いします。皆さんこんにちは、12月期2017年の12月期生3人同期で、結成したチーム道玄坂です。私たちのサービス一押しのプレゼンを始めさせていただきます。皆さんの物を買うときどうやって探されていますか？Google で、検索して探される方もいらっしゃると思いますし、Amazon のレビューを見られる方もいらっしゃると思います。あとはカカクコムとかでね、家電を買い叩かれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと最近こういう経験がある方、心当たりある方いらっしゃると思うんですけど、検索してみるとアフィリエイトサイトばっかり出てきて、本当にいい情報が見つからなかったり、キュレーションメディア問題で、本当に買ってないのに想像で書いたとか、行ってない場所の記事を書いて大量に投稿してやるっていうような問題だったり、あとは飲むだけで50キロ痩せるみたいな過剰な詐欺まがいの広告とか、あとはアマゾンでレビューもなんか中国人がいっぱいアカウントを作って、レビューを操作してるみたいな、そういう問題が今あるんじゃないかなと思っています。で、一押しが解決したいのはまさにその問題で、本当にいいものが分からなくなってるっていう課題をこのプロダクトで解決したいと思っています。ではどうやって解決するのか。一押しのコンセプトは、本当にいいものを人からのおすすめで見つけるということです。そのために一押しでは、全てのレビューを実名制のレビューにしています。またレビュアーは、運営からの招待された人だけしか投稿できないという仕組みにしています。でその投稿してもらったレビューに対しても運営で審査をすることでレビューの質を担保していきたいと思っています。こちらのイメージが、プロダクトの実際の画面のキャプチャーなんですけど、主な機能は先ほどお伝えした実名性のレビューと、検索機能はあえてつけてなくて、人を起点にして探すという実装になっています。またその人をフォローすることができるフォロー機能もつけています。また、お気に入り機能やいいね機能、コメント機能などもついています。で、この一押しというプロダクトを広めていくためにいろいろ課題があるかなと思ってるんですけど、まずは質の高いレビュアーをいかにして集めるかというところ。これはですね、ブロガーの方とかインフルエンサーを頑張ってリクルーティングしてレビューを書いてもらったり、あとはそのレビューのカテゴリーに対してカテゴリーマスターみたいな制度を作ることで、レビューアーのモチベーションを高めていきたいなと思っています。あと何かしらレビューアーへのインセンティブなどを設計できたらいいなと思っています。とレビューの質はですね、先ほどから言っているように Facebook と紐づいたアカウントによる実名の投稿だけ許可をします。はい。で、あと参加している人からの招待と審査ですね、こうやってレビューの質を担保していきたいと思います。後ほどユーザーテストお願いします。ありがとうございました。チーム道玄坂さん、ありがとうございました。実名のレビューサイトっていうことで、やっぱり実名じゃないといろんな好き勝手なことを書いちゃって、本当にこのレビューが正しいのかっていうのは結構問題になってるのかなって思うので、それを解決してくれるアプリなのかなって思って聞いてました。ユーザーテストでぜひ触ってみてください。それでは、チーム加瀬水佐藤さん、白石陽介さん、山口秀則さん、渡部美奈穂さん、チーム道玄坂さん、皆さんお疲れ様でした。以上で発表は終了です。皆様今一度拍手をお願いします。ありがとうございます。それでは続いてユーザーテストに入りますが、その前に5分程度休憩を取りたいと思います。今が、42分なので、ちょうど50分頃から
ユーザーテストに入っていこうと思います。それまでにお手洗いなどお済ませいただきまして、ご着席をお願いします。それでは休憩に入りたいと思います。どうぞ。Thank you.
さん。ではそろそろ後半を始めていきたいと思いますので、皆様お席にお戻りください。登壇者の皆様はそれぞれ位置についていただいております。ありがとうございます。後半はユーザーテストから始めていきます。こちらの方法を先にご説明させていただきます。今回ユーザーテストを募集していただくんですけれども、ご来場いただいている皆様はその場で結構です。近くにモニターがあると思いますので、こちらをご覧いただく形になります。前の方の2列の方はこちらの先ほど発表で使ったスクリーンを見てください。やり方としましては、登壇者の皆様が移動するという形になっております。なので感染者の皆様はその場で見ていただくという形になっております。今回は皆様にも審査をお願いしたいと思いますので、こちら一般審査の参加方法をご説明したいと思います。皆様、受付でお配りしておりますデモデーというチラシがあると思います。こちら審査フォームがありますので、各5チームの QR コードからアクセスしていただいて、審査フォームのご入力をお願いします。そちらの審査フォームのところに、各アプリケーションの QR コードもありますので、そちらを読み取っていただいて、携帯の方からアクセスすることができます。このユーザーテストの後に集計を行います。先ほどのプレゼンの内容とユーザーテストの内容をもとに、たくさんにご入力いただけますと幸いです。適宜質問がある方は、こちらのユーザーテストで聞いていただくか、ツイッターのハッシュタグをつけて投稿していただくという形になります。こちらのツイッターでの投稿していただいた内容は、ユーザーテスト後の休憩中に拾っていきます。なお、ユーザーテストなんですが、1回につき6分間を予定しております。この6分間の使い方を登壇者の皆さんは全部ユーザーテストに使うのか、もしくは質疑応答を交えて半分ぐらいにするのか、こういったところはそれぞれ皆さん各自計画があるかなと思いますので、登壇者ごとに異なっていきます。登壇者の指示に従って皆さん聞いていてください。以上で説明は終了なんですが、何かわからないことはありますか？大丈夫そうですかね。何か質問がありましたらスタッフに聞いてみてください。登壇者の皆さんは6分間で、その後3分間のバッファがありますので、そこでご移動をしていただきます。
感染者の皆様はユーザーテストが終わった後の3分間で審査フォームのご入力をお願いします。これを5回繰り返していくという形でお願いします。ちょっと体力勝負ではあるんですけれども頑張っていきましょう。ではまずもう位置についていただいておりますので順番に始めていきたいと思います。こちら6分終了しましたら私の方からアナウンスいたします。そしたら終了ということになります。こちらきっかり終わりという形にしていきますのでよろしくお願いいたします。では今からユーザーテスト第1回目のスタートしたいと思いますが、ご準備の方は皆さんよろしいですか？はい、では第1回目スタートしてください。どうぞ。こんにちは、カスビーズ佐藤です。それではこれからアプリの紹介と実際に皆さんにユーザーをアプリを体験していただきたいと思います。まず最初にアストラクに接続していただけましたでしょうか？できていない方はお手元にありますチラシの QR コードを読み込んでください。例えばこの料理はこちらの画面を見て少々お話しください。なんかよくわからないこのカラフルな気になるなと思ってレビュー接続できているので本日の長いホームページに説明したいと思います。まずアストラクにログインしていただきます。次にコースを体験していただきます。最後に席を追うと思ってこの回を締めたいと思っております。でそれでは実際にアストラクにログインしていきましょう。料理が気になれば料理ボタンを押すと、まずトップページからログインをクリックしてください。料理に関連するここが全部出るようになっているので、まあ、レビュー見ることに関しては割とここで紹介したいなと思うんですけども、テストユーザーにてログインしていただきます。ログインするとテストユーザーをこちらでご用意いたしました。例としましてはネームにテスト11 E メールテスト11あとテストとこ見ることとしてはフォローパスワードはテストテストです。あとは投稿すること、ここにもフォローしている皆さんログインができましたでしょうか？出るようになっております。これ今1人出るようになっています。この中で毎朝私コーヒーコンビニで買うできましたらこちらのこの場合がもったいないと思ってちょっとコーヒーのところを見てみると、それでは実際にコースを体験していただきます。まずマイページにありますワークアウトをクリックしてください。ネスカフェのインスタントになりますクリックしましたら色のチェックアンケートに実際にこだわりたいなと思ってちょっともう一度コーヒー見てみようとなるとアンケートに答えていただきましたらコースの詳細画面に入力します。詳細へというボタンを押してください。これは便利な嫌な感じでしてることができるので結構その辺は便利かな。それでは実際にコースを発信していきましょう。コーススタートというボタンを押してください。質問とかしていただければ細かい機能とかお答えすることができると思います。あとはどんな機能があるか。コース中はスレードにて動画の基礎を学んでいただきます。運動の基礎を学んでいただきます。はい、また将来的には動画と音声による動画と音声でナビゲーション機能を追加して予定です。人に呼ぶようにとまずしたいコースが完了しましたらこちらの画面に移動します。ワードで検索されてどうしてもというボタンを押してください。それを完了しましたら経験値を押していただきます。お疲れ様でした。完了というボタンを押してコースを料理してください。顔コースを完了しましたら、こちらのマイページに戻ります。なんか川をあなたが指摘した経験値はこちらに出るんですよ。反映されます。これ知らなかった。ここにたどり着けない。いかがでしたでしょうか。それでは次応答に入っていきたいと思います。まあ、自分が知ってる何か質問がありましたら、違う。何でも言ってください。例えば料理ですごいレビューを上げてる人をフォローしてもらえれば、はい、自分が検索を自動的にすることがあるとその人の、はい、まあ、感性っていうフィルターを通した意味とか、はい、自分の情報として入ってます。
だからそういう人からのおすすめ、まあ、確かにおっしゃる通り、まあ、さまざまなコンテンツ初心者向けの、まあ、さまざまなコンテンツがあるんですけど、体験してもらうためにコンテンツは初心者向けでもあるんですが、初心者目線になっていなくてですね、初心者目線っていうのはシンプルで、まあ、まあ、既存のものですと、まあ、コンテンツの量は多いけどどれを選んだらいいか分からないっていうのがありますので、まあ、僕らの場合はできるだけ初心者が使いやすいようにシンプルにコースを設定しました。あ、料理ですね。この人は本を紹介してるんですけど、はい、パスワードを看護学生しながらゆるいとサロンモデルをしてますので、ちょっと忙しそうなので、そちらはバグになります。後で修正しておきます。ありがとうございます。手抜きしてもいいんじゃないかみたいな本を紹介されて、でもなかなか料理を検索して、料理学生が出れば、はい、ちょっとね、あとは、まあ、例えばその人の本とかその人の趣味になったら自分の中で作れる、はい、ね、自分の中でまだ人がフォローしてる、まあ、20-30% 程度ですね、はい、最低限動かすそこまでは作ったとか、はい、これあの、あともう一つ、これあの実際にこうワンペアを読んで自分でやってみて、それでその人に次へ、はい、フォロワーの中で、はい、好きな例で言うと、はい、自分がいいなと思う人はどういう人を参考にしてるんだろうっていう話が、はい、できるかなと思います。自分がフォローしてる人のそこはリーダー自身で、また自分にフォローするリーダーが自身も確認して、さらにいただくものこちらでは自分に色々してもらって、じゃあ何をやればいいかっていう概要をしてくれるっていう、はい、その通知もいいよね。はい、おっしゃる通りです。ツイッターにちょっと若干似てるかなと。ツイッターで検索してサービスをアップロードしてそれがやり方にしていただきます。それをもう一度レベルが上がりますと、まあ、まだ実装はしてないですが、より上位のコースに挑戦できるようになったり、あとは、そう、メタイトの話なんですが、まあ、提携している、まあ、専門店のメールをよくいただくと、というのを想定しております。興味とかを、まあ、初心者に対して、はい、実際の自分に、はい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 、すいません、6分経ちましたので第1回目終了させてください。皆様拍手をお願いします。1回目お疲れ様でした。さっきのプレゼンでは3分だったんですけれども、今回6分間あるということで質問もありましたので、結構盛りだくさんだったんじゃないかなと思います。では2回目に入りますので、皆様ご準備ご移動をお願いします。事前に聞きたいことがありましたらご準備いただきまして、6分間の間に聞いてみてください。よろしくお願いします。ぜひ感染者の皆様は今3分程度お時間を取りますので、審査フォームのご入力をお願いします。
ぜひですね、審査フォームの方にデザインが綺麗だとか UI が良いとか、逆にここは分かりづらい、こういった機能がいいあるといいなど、登壇者の皆さんに向けて書いてあげてください。ユーザーテストの後にの休憩時間で審査の中継をいたしますので、審査を今のうちにご入力お願いします。今日は来ていただいた皆さん一人一人が審査員なので、 Google フォームへの入力をお願いします。それでは3分経ちましたので、第2回目のユーザーテストに入っていこうと思います。登壇者の皆様、ご準備の方はよろしいですか？はい、では、2回目のユーザーテストを始めていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、長谷水佐藤です。それではこれからアプリの紹介と実際にユーザーの皆さんにアプリを使っていただきたいと思います。まずアスラクに接続していただけましたでしょうか？できてない方はお手元にあります通知の QR コードを読んでください。できた方はこちらの顔を見してください。それでは本日の流れについて説明します。まずアスラクにログインしていただきます。次にユーザーコースを体験していただき、最後に質疑応答にて進めたいと思っております。それではアスラクにログインしていきましょう。まずトップページからログインをクリックしてください。ログインページをしましたら、テストユーザーにてログインしていただきます。テストユーザーはこちらにご用意いたしました。情報とか個人情報とか出したくない情報がレシートに載ってるじゃないですか。ログインできた方はマイページで少々お待ちください。マスキングの機能なんですけども、例えば編集が一つずつ参考を上げてみます。皆さんログインできましたか？ログインできたらこちらのマイページに載せます。それでは実際にコースを体験していただきます。まず、はい、それではコースを続けていきたいと思います。まずマイページのワークアウトをクリックしてください。その時にあなたの表現について教えてください。で、私がボタンを押したら皆様にメッセージが流れるという仕組みになります。アンケートに答えていただきましたら、コースを詳細ページに取ります。詳細へというボタンを押していただけますでしょうか？それでは実際にコースを始めていきたいと思います。コースのスタートというボタンをクリックしてください。クロネリの機能がありまして、コースはスライドにて動画の音声をいたしました。運動の基礎を学んでいただきます。また将来的には動画と音声、この2つの機能を搭載する予定です。また最後のスライドまで来ましたら、コースが完了いたします。次へというボタンを押して経験値を取得してください。地名だったり駅名でも構いません。レシートが共有されます。これでホームページに飛びましたら経験値が取得できます。エアコンでしたり、さらにタイムというボタンを押してワークアウトを加入してください。で、皆さん例えばヨドバシで買ったとしたら、私10万円奪われたんですけど、
マイページにコードを入れます。また、取得した経験値は、こちらのマイページに反映されています。いかがでしたでしょうか。コメントができる。それでは、次に応答に入っていきたいと思います。よりレベルの低いコースに関しては、経験値につけて、レベルの高いコースに関しては、より経験値が取れるようにしておきます。他に頭の方いらっしゃいますか。どうぞ。はい。そちらはですね、家電の回転があまり意図はあるんですが、まあ、都市電信、日本人普段からも無料登録できますし、真ん中でも無料登録できますし、より登録しやすいようにページ配置、無料登録のボタンを設置しその1、最適画面に提供機能、こちらはユーザーのレベルプラスその時の疲労度によって、あなたに最適なコースを提供します。その2、レベルアップ機能。運動っていうのは次には結果ありません。しかし、運動を続けている間にもあなたは成長しています。なので、私たちはあなたの増えた努力を可視化しました。最後に、ライズ機能です。未経験の方にとって、自分がどこに向かっているのか、自信でないのが関心だと思っています。なので私たちはそれぞれのコースのつながりを明確にすることで、未経験の方が実際にコースを体験するときに自分のちょっと先の未来を見ることをして、より安心してコースを使っていただけるようにしました。イメージしましたら、自分がどれほどスポーツとかっていうのを飛ばすので、以上でアプリの説明を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。私もそういう趣旨のアプリです。家電を買うっていう行為が、個人的なものの中で収まってしまうからなんですね。でそれをなんかインスタグラムじゃないんですけど、みんなで共有しようよっていうのがないんですけど、写真であれば、友達であれば、写真を撮って飾る、アルバムに入れて自分の中で楽しむっていうのが、どんな今までの難しいなと思って、なんか、ショックなケースだと思うんですけど、今回のところは、それを一本、向こうでインスタグラムのように、私はこんなに安く買いましたっていうのを、そうですね、それの機能を使ってみんなに知ってもらいたいっていう、そういうものを共有しようっていう感じで作りました。はい、すいません、6分経ちましたので、では皆さん終了してください。拍手をお願いします。では登壇者の皆さん、ご移動をお願いします。感染者の皆様は審査フォームのご入力をお願いします。
それではそろそろ第3回目のユーザーテストに入っていこうと思いますが、登壇者の皆さんご準備はよろしいですか？はい、ありがとうございます。では第3回目始めてください。よろしくお願いします。まずはじめに皆様にリーフォン、リーファーを体験していただこうと思います。こちらがリーフォンというものになります。これはボタン式で1回押し、2回押し、それから長押し、3種類の電波を発信することができます。しかし今日は皆様に簡単に体験していただくためにラインビーコンというものを使います。それには少し前準備がございますので、お手数ですがご協力ください。まずスマートフォンを皆様お手持ちの出していただいて、 Bluetooth をオンにしていただきます。こちらに検索カードがあるんですので、それを拾ってきて、そうしましたら、皆様 LINE をお持ちだと思うのですが、 LINE を開いていただいて QR コードを読み込んでいただきます。お手元のチラシにもビーコンという欄であるQR コードが載っていますが、もしなければこちらをお使いください。パンプルを作りたいと思います。そうしましたら最後にですね、もう一手間、LINE ビーコンをオンにするというものは LINE の設定の中で行っていただく必要があります。ここが設定の中のプライバシー管理、そしてその下の方の情報の提供、その中に LINE ビーコンというものがありますので、それをオンに設定していただいて許可していただきます。同じ職場の先輩とか上司とかに、すごいそんなこと聞いたら何も立ってねえと思われるのがちょっと怖いとかだったりするので、ここだと名前も書かなくていいし、この設定がプライバシー管理、情報の提供、で LINE ビーコン。よろしいでしょうか。そしたらですね、私がボタンを押しますので、それで皆様にメッセージが流れるというような仕組みになります。では押します。今回はファミリーマークなんですけども、押しました。いかがでしょうか。もしかしたら細かい設定でですね、メッセージに行かないこともあるのかもしれませんが、ご了承ください。ここに行って、あとは、さらに、こちらのコース詳細ページがあるということで、先生は、もしかして、この三島さんも、ご自身の質問をすると、機会もなかったりとか、詳細を聞きました。ではですね、次に、ウェブの紹介をしたいと思います。こちらがウェブ側になります。ウェブ側はですね、ユーザー登録をすることによって、助けた側の投稿ができるようになります。で、投稿する際にですね、アドレス、Google マップ API を使用しておりますので、地名とか駅名でも構いません。それで投稿していただくと、マップ上にピンが表示されるようになります。これで他のユーザーがどこで助けたかというのが分かりやすくなっております。ここは、ユーザーの一覧、投稿の一覧になります。アイコンをクリックしますと、ユーザーページにとって、そのユーザーがどんなテレポを行ったかというのが分かります。この記事を選択すると、詳細ページでいいねやコメントができるようになっている。そして一覧ページに戻って、インセンティブないのがちょっと気になった。右側にですね、出身地ランキング、それからジョブランキングというものがあるのですが、これはユーザーのプロフィール編集で、出身地、それから職種を選択するプランがあります。
これによってですね、ランキング、ゲーム性を持たせることによって、若者に少しでも興味を持っていただく狙いがあります。最後にですね、この課題をなぜ必要かというのをお伝えしました。私は3週間ほど杖を使っていたのですが、毎日のように電車に乗って、たくさんの人が席を譲ってくれました。その3割から4割の方が実は外国人でした。外国人と日本人の、電車の中で会う割合というのは外国人はとても多かったです。しかし 80% から 90% の方が席を譲ってくれました。日本人はとても優しい国民性を持っています。しかし自分から声をかけるというのがすごい苦手です。例えば物を落としたりお金を落としたりした時に体が勝手に反応して人を助けるということは皆さんも経験があるとございます。経験があると思いますが、例えば先ほどの例で電車の中で声をかける、例えば断られたら恥ずかしいとか、次の駅で降りるかもしれないから逆に迷惑かもしれないという余計な考えが邪魔をしております。そこでもしリーパーがあれば明らかに困っている人なので誰でも助けることができると思います。編集とかもありまして時間も迫っておりますので、ここで質問タイムを設けたいと思います。何か質問ございますでしょうか。はい、どういうきっかけでビーコンを使おうと思ったのか。ビーコンはですね、何かこういうアプリがあれば面白いなと思って、その編集のためにしてことをこう周りに会社とかで話してたら、それビーコン使うんじゃないのっていうのを紹介されて、またそんなものがあるんだということで、そこで初めて知ってました。なので、私はレシートのマッキングを間違えたのか、そういうものがあっても、一応このビンコンと実際はビンコンを押したときにその場所でそのウェブにピン、Google マップにピンが刺せればいいんですけど、そういうビンコンはまだないので、ちょっとビーコンとウェブ側は今分けてるような状態で、でウェブ側で自分でこんなことがあったっていうのを登録しなきゃいけないと思います。正解が書いてある。例えばビーコンの処理が、つまり切れがないと、これもお気に入りの、登録と見せ合うと、自分がお気に入りのレシートを登録できるので、例えば、冷蔵庫を買うっていうレシートが、一生懸命の、そのお気に入りのものを使って、使うことができるので、まずですね、リーコンは、距離はもう本当に数センチから数百メートルというプログラムで制御できます。大体10メートルぐらいを想定しています。今の状態では人が多い場所でしか使うことができません。それで特徴とかをさっきみたいにコメントで自分で作ることができますので、それで助ける側は周りを見渡してその人と特徴を捉えるっていう感じになります。だから規制に行っちゃう、その可能性もありますね。そうですね、謎認識は。はい、ということで6分間経ちました。皆さんお疲れ様でした。拍手をお願いします。3回目が終了しました。後半に入っていきたいと思います。それではご移動をお願いします。ユーザーテストでまだまだ聞き足りないということがございましたら、ツイッターのハッシュタグをつけていただいてご投稿をお願いします。引き続き Google ホームでの審査のご入力もお待ちしております。あと2回となってまいりました。登壇者の方もちょっと大変だとは思うんですが、頑張っていきましょう。ではご準備の方をお願いします。感染者の皆様は審査フォームのご入力をお願いします。
では3分間経ちましたので第4回目のユーザーテストに入っていこうと思います。登壇者の皆さんご準備よろしいですか？はい、ありがとうございます。では始めてください。よろしくお願いします。まずはじめに皆様にビーコン、ビーカーを体験していただこうと思います。ビーコンというのはこういうもので、これはボタン式になります。これを1回押し、2回押し、それから長押し、3種類の電波を押しているということです。今日は皆様に簡単にビーコンを体験していただくためにラインビーコンというものを用意しています。前準備が少しございますので、何か読んだり見たりして、まず皆様のお手元スマートフォンのを用意していただいて、Bluetooth をオンにしていただいて、コーナーで日本語を集めていて、ちょっと小さいかもしれないんですけど、何々たらっていう日本語の文法があるんですけど、ね、LINE を開いていただいて、そのページに投稿したものなんですが、 QR コードを読み取っていただきます。金曜日ぐらいに話したやつで、お手元にチラシにもビーコンという欄で QR コードが載っていますので、もしなければこちらを押してください。それを書いておきました。で、今度授業で私がタラを教えるときにこのページをもう一回見て、あ、タラってこういうときに使うんだとか、こういう意味なんだ、イフみたいな意味にこれは使ってるんだっていうのに、こちらも授業の準備のときに役立てられるようなっていうことです。それは相当相談する場所、なるほど。これは本当に新聞のページ版みたいなものになっていて、どうしようかな。それは自分の質問したい上限ということで相談のところで書くと、上にタイトルだけ確認されるようになってます。でそのタイトルが気になったら、僕がボタンを押したら皆様にメッセージを読んでというのがビーコン。私はこうしてますとか、では同じように悩んでますとか、何でもいいので紹介をしたいと、フォローする人に回答をつけられるっていうようなページになってます。フォローしてる人ので、私はちょっと中堅ぐらいの時に、ウェブ側はですね、ユーザー登録をすることによって一応ある程度のことは分かってるけど、助ける側の投稿ができるようになる。それを上司とか先輩に投稿の際にそんなことも分かってないとかって思われそうで、 Google マップ API を使用しておりますので、指名とか名前も特に明かさずに質問できるし、投稿していただくと、マップ上にピンが立って、他のユーザーがどこでヘルプが行われたかというのが分かるようになる。あとはで、ここが投稿一覧になります。そんな時読んでもらいたいっていうページがあって、アイコンをクリックすると、授業の前にこういうところのポイントを忘れてませんかとか、そのユーザーがどこで助けたかというのが分かります。投稿してあるんですけど、それを読んでもらえるように、これは記事をクリックすると詳細ページを読んで、いいねやこういう質問の仕方が分かりづらいですよ。今投稿した教材を使うときは、右側にですね、出身地ランキング、それからジョブランキングというのがございます。これはですね、パソコンを開くとユーザーのプロフィール編集で、出身地と、それから業種、職種を選択する欄があります。これはですね、私は日本で年齢性を持たせることによって、若い方に少しでも興味を持っていただく狙いがあります。やっぱり日本に住んでるので、日本語をいっぱい聞いたり、日本人と話したりする機会がとても多い。なぜ必要か、というのを伝えさせていただきました。変な外国人だなと思われて、私は3週間ぐらい杖を使って、できなかったらかわいそうだなと思って、毎日のように電車に乗っていました。自然な日本語をたくさん、私もちゃんと分析して、たくさんの方が練習して、言ってくれたんですが、その3割から4割は実は外国人でした。外国人と日本人のその電車で会う比率っていうと、外国人はとても少なかったんです。その中で 80% から 70% の外国人は譲ってくれました。僕の印象では日本人は本当に譲ってくれないなという印象でした。なぜ譲ってくれないかなんですが、日本人はとても優しい国民性です。しかし自分から声をかけるというのがすごい苦手です。なんかいいことありそうだなと思いました。例えば物を落とす、お金を落としたりしたときに勝手に体が反応して助けてあげるというのがよくあると思います。一応私の中で本当の例で、電車の中で声をかけるときに断られたら恥ずかしい、ちょっと興味あるなとかなってみたい
たいなって次の人もいるかもしれないし、迷惑かもしれないと思っています。そういうような余計な考えが邪魔してます。なんか面白そうと思ってくれる、もしキーパーがあればもっといいなと思って、明らかに困っている方なので、ありがとうございます。すぐに助けることができると思います。はい、それから下の方に、日本の高齢化の深刻さを記載させていただきたいと思います。2020年には女性の半分が50歳以上、2024年には人口の3分の1が65歳以上になると言われています。実はこのアプリを作った時にそういうこともここで、若者の助けは絶対に必要だなと思って、私それを作りました。何か質問がある方、先生してる方で世界的に見ると日本人じゃない先生の方が多くて、そういう人たちが自分の国で、はい、マスターしてとか、自分の国の人に日本語教えてくれてるんですよね。なんかこういう人たちにとって日本語って母語じゃないんですよね。やっぱり自然な息分とか少ないんですよね。そういう人たちにも使ってもらえたら、苦手な方っていうのは、それを同じ人で近くにいる方が助けてあげられたら、すごい幸せだなって。今の状況では人口の多い場所だったり、そうですね、人混みの中でしか使うことは想定されてないんですが、さっきもこれはいつ使うものなのかっていうのを受けたんですが、今これって事業をやるときにもう一回からって何だって考えてほしいっていう意図が例えば B コンを押した瞬間にどこで助けたかとか情報がすぐに入ればいいんですが、ちょっとその機能は B コンにはまだないと、ちゃんと言えばいい、今後もしかしたら意識になっちゃうかもしれませんが、そういうことができたら本に出てることだけが正解じゃないのもあるじゃないですか。特に言葉が結構変わってくるので、例えばやばいは悪い意味だったけど今はそうでもないなんかそういうちょっと目の見えない自分のこれを教えればいいんだって思ってる観点をちょっと崩してほしいっていうか、僕がもしこのエレベーターの前に流れたらボタンをずっと押せないの、毎回都道を見ていただけるのがベストだなって思ってます。人が来てるのに実は分からなかったです、はいはい、で僕が声をかけて乗りますかっていう感じで、はい、すいません。それではですね、6分経ちましたので、ユーザーテストを第4回目終わっていきたいと思います。では皆さん拍手をお願いします。ではですね、登壇者の皆さんにはご移動いただきまして、感染者の皆さんは審査フォームのご入力をお願いします。ぜひですね、審査フォームに入力、文字入力できるところがあるので、アプリのを使ってみた感想だとか、こういう機能があると良いなど、いろいろ書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
い、では3分経ちましたのでラストのユーザーテストに入っていこうと思います。登壇者の皆さん、ご準備はよろしいですか？はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。ではラストのユーザーテストお願いします。お願いします。では、はい、私たちの一押しのプロダクトをいただきます。プレゼンでもお伝えしたんですけど、このプロダクトのコンセプトは本当にいいものを人からのおすすめで見つけるです。なので、どういうところが人からのおすすめなのかというところも説明させていただきたいと思います。ログインしている状態とログインしていない状態でできることが少し異なります。今ログインしていない状態なんですけど、ログインしていない状態でも例えば掃除機とか美容、ウェアラブル、ガジェット、料理といった今10個ほどカテゴリーをこちらで用意していて、それぞれのトップレビューアーの投稿というのが表示されるようになっています。たくさんの日本語の文法が載ってあって、レビューの写真をクリックすると、なんとか手もタラとかレビューにでタラっていうところを選ぶと、タラを使った実例がたくさん出てきて、タグで投稿をかけることも、例えばそれは私と富永さんが話したことなんですけど、これがログインしてない状態なんですけど、ログインしてない状態でも一般的なレビューサイトを話すようなのはできるから、ここからはログインをしていただくと、ログイン自体は Facebook ログインに限定していて、これは実名性っていうところを担当しますので、 Facebook ログインだけに限定しているという設定になります。いいかなと思って作りました。ログインをするとできるようになるのが、フォロー機能が大きなところ、そしてフォロー機能があります。で、先ほどログインしてない状態では出てなかったこのフォローしている人の新着レビューというのがログインをすると出るようになっていて、自分がいいなと思ったユーザーの新しい投稿がここに表示されます。これが人からのおすすめのものを探すっていう体験につながると思っていて、自分と同じようなユーザーが、自分と同じ趣味を持った人の新しい投稿を見ることによって、自分が出会えなかった新しいものとの出会いがここで体験できる。なぜからちょっと楽しいなという時にここだと匿名で自由に質問できるので、そういうのを活用できたらユーザーページも気軽に楽しく準備できるんじゃないかなと思います。あとはなんか焦っちゃって大事なことを忘れちゃったり、すっごい抜けちゃったりすることが結構あるんですけど、そういう時に見てもらえるようなページとして、日本語分析っていうページでは、授業の前に気をつけた方がいいことをいろいろ書いてます。ログインするとここにお気に入り登録といいね機能レッスンのお伝えでやっていて、これは授業中に起こるいろんな注意点とかそういうことが書いてあって、例えば具体的な撮影にこういう質問の仕方だと答えづらい、お気に入り登録した人の、アイコンが出てくるし、でこれも一特定のものを探すという体験につながると思ってこういう設定にしています。どういうことかというと、例えばこの方のレビューを見て、このレビューいいなというふうに思っている人が、下にいいねしている人とかお気に入りしている人っていうふうに出ることによって、もしかしたら自分と同じ感性を持っている人かもしれないっていうふうにこれ考えて、で、私のマイページに変な量が喋っちゃって効率変って思われて、その後に、レビューをちょっと見て、自分と感性が合うなと思ったら、また新たな人をフォローして、そこのつながりがどんどん増えて、そういった形で自分が普通生活してたら出会えないようなものとの出会いを体験してほしいなと思います。具体的にちょっと説明すると、例えばですね、これはなんかグローブでごぼうとかを剥くときにこう跳ねると皮が剥けるっていうような製品を作ってました。これってなかなか能動的に検索してこれを買おうっていうふうに相当料理好きの人じゃならないかなと思うんですけど、この方をフォローしていると
人間関係とかこの人の投稿が、まあ、トップに表示されているそんなものもあるんだという自分の普段は表示してないしいると出会いがいけない出会いがないものに出会えるんじゃないかと。それでは、はい、以上が一押しのご説明になりますが、こちらが質問あればよろしくお願いします。これは、ね、自由に投稿者投稿するものです。一起点で買い物しない、ある程度用意されたものを一起点で買い物しない、はい、用意して、はい、カテゴリーとか、はい、そういうところでルバーここで全部入れ区切りながら一応ここで区切ってみる。ここの調べられるのページは、はい、本当に掲示板みたいに言って、そうですね、なんかの誰でも物を一起点でその買わないと思うっていうところがここに一起点で買ってほしいとしか言えないというか、はい、買ったものを見るのを見て、例えばコーヒーマシーンを見ていただくと、この人は本当に自分でハンドドリップを入れてたのに、だんだん面倒くさくなって、全自動になって、いや、先に全自動を買ってしまえば、節約できるんだと、そういうような件もできるようになって。そうですね、なんかちょっとご回答になってるかわからないんですけど、何か欲しいなと思ってこれを使うっていうよりは、普段から新しいものとかやりたいなみたいなふうに思ってる時に使ってほしい。どうやったら投稿をしてもらえるかっていう、例えば今は用意してないんですけど、プレゼントというかプライズでそういう利用シーンに分かれたカテゴリーも設けたいなと思って、プレゼントとかサプライズですごく投稿をいっぱいしている人の投稿を見れば、自分が想像しなかったようなプレゼントとかサプライズとか商品に会えるとか、そういう使い方をしてほしい。多分皆さんの卒業プライズを作るときマネタイズですか、そうですね、あまり考えてないんですけど、まあ、すごいいいサービスになって、さっきいろんなことを聞いてもらったのは、SNS をうまく使って、はい、お客さんのカットみたいな、日本の時にうまくところが宣伝するのか、はい、6分間経ちました。皆さん、終了してください。お疲れ様でした。では、拍手の方をお願いします。なかなかですね、最後まで盛り上がっていたんじゃないかなと思います。まだちょっと聞き足りないなっていう方がいらっしゃいましたら、この後懇親会もございますので、ちょっと審査後という形にはなってしまうんですが、ぜひここでも聞いてみてください。登壇者の皆さん、本当にお疲れ様でした。私もここでずっと聞いてたんですけれども、プレゼンの時より深掘りしてアプリを見ることができてすごい面白いなって思いました。もっと覗いてみたいなって思いました。この後、いよいよ審査結果の集計に入っていきます。まだ Google ホームでの審査が終わっていない方がいらっしゃいましたら、今すぐご入力をお願いします。審査の軸をこのご説明をもう一度だけさせてください。まず1つ目、プロダクトが解決する課題の着眼点。2つ目、課題に対する解決策の着眼点。3つ目、プロダクトの特異性、独自性。4つ目、プロダクトの完成度、技術的観点。そして最後に、アプリや解決策、課題や解決策、アプリをうまく説明できていたか、この5つが審査軸となっております。皆さん、審査のご入力をお願いします。入力の仕方がわからないという方がいらっしゃいましたら、スタッフがおりますので聞いてみてください。では皆さん、審査が まだの方は終わりましたら、チラシの頭の方にあるデモデーのアンケートにお答えいただきたいです。こちらご協力をお願いします。
その後適宜休憩を取っていただきまして、その間にこちらの方で、審査の集計をいたします。終わりましたら表彰に移っていこうと思います。お時間は10分程度いただきたいなと思っておりますので、またちょっと目処がつき次第私の方からアナウンスいたします。集計が終わり次第の休憩終了となりますので、休憩終了が延びる可能性があります。審査フォームのご入力がまだの方は、ご入力が終わりましたらデモデーのアンケートを入力で、それが終わりましたら休憩に入ってください。お願いします。審査フォームのご入力なんですけれども、57分頃で一旦打ち切って集計したいと思いますので、まだの方はちょっと急いでご入力をお願いします。
審査の方を締め切らせていただきますので、まだの方は急いでご入力をお願いします。でツイッターの方で何件かご投稿いただきましたので、それについて私の方からお答えしていけたらと思います。と審査員の席が前方で後ろからメモが見られちゃいそうでそわそわする、すいません、ちょっと今後社内に持ち帰りまして、次回ちょっといろいろ検討できたらなと思います。ちょっと席も結構近いですからね、ちょっと危ない感じなのかもしれないです。ちょっと考えます。あとユーザーテストがちょっと同時並行で聞き取りづらいっていうご意見をいただきました。ありがとうございます。そうですね、ちょっとユーザーテスト結構1人6分なので、同時並行じゃないと結構時間がかかってしまうっていうのもあるんですけれども、ちょっとこちらもどうにかならないか社内で持ち帰らせていただきます。あとですね、日本語教師の欲しいもののデザインはご自分で作られたんですかっていう質問が来たんですけど、これはご自分で作られたそうです。さっき渡部さんに聞きました。同じく日本語教師のアプリのあとフォントが可愛いっていう風にご感想をいただいております。ありがとうございます。あと家電を買いただけの黒塗りの実装をどう頑張ったのか聞けなかったっていうことなんですけれども、これキャンバスっていうものを使って実装しておりまして、なんかJS で結構ゴリゴリ頑張って書きましたっていう風に白石さんが言ってました。自習室でもすごい難しくて、私も質問されたんですけど一緒に難しいってなってました。こんな感じですかね。随時ツイッターでご投稿いただいたものは拾っていきますので、皆さんも聞きそびれたなっていうのがありましたら、こちらでツイッターでダイブイントゥーコードというハッシュタグをつけていただいてご投稿をお願いします。ダイブアンダーバーイントゥーアンダーバーコード、全部小文字ですね。もしよろしければお願いします。こちら休憩を行っている間は拾っていきますのでよろしくお願いします。57分過ぎましたので審査の方を一度締め切らせていただきます。皆さんご入力ありがとうございました。ここからですね、ちょっとショーの調整を行いますので、皆さん休憩を適宜取っていただいてお待ちいただけたらなと思います。もし何かご意見ご質問などございましたら、ツイッターのハッシュタグでご投稿をお願いします。それでは皆さんはゆっくりしていてください。
10代とか20代とか女子高生の女子大生が、ああ、いいですね、一番好きなのは、エピソード。
先週の時は、新生医療の自社サービスで、最近使い方が出てきました。
ありがとうございます。白石さんのキャンバスとあと DB の保存までの実装についていろいろとコメントいただきましたので、ちょっとご本人を呼んでお話しいただきたいなと思います。お願いします。はい。キャンバスというものを使っていまして、黒塗りに画像を変換するのはベース64とかを使っています。
で、DB はクラウドでアイテムを使っているので、この3つで検索すれば大体の情報が出てくると思います。はい、以上です。林さん、ありがとうございます。他にも何かご質問、ご意見などございましたら、dive_into_code で小文字、全部小文字でツイートしていただければ拾っていただきますので、しばらくちょっと今、審査員が超悩んでいるところですので、少々お待ちください。運動しないと。
それでは私の手元に審査結果が来ました。そろそろ発表に移ろうと思うんですけれども、皆さん大丈夫そうですか？周りの方でさっきいたのにいないみたいな方います？大丈夫ですか？大丈夫そうですかね。では発表に入っていただこうと思う、入っていこうと思うんですけれども、登壇者の皆さん、ちょっとお手数なんですが、そちらのロゴリの前のあたりに並んでいただいてもよろしいですか？ドキドキの瞬間ですね。これから発表に移っていこうと思います。でここシャッターチャンスなので、あの写真撮りたいっていう方がいらっしゃいましたら、この登壇者並んでる感じ、写真ぜひ撮ってください。あのぜひダイブイントゥコードというハッシュタグをつけてツイートしていただいても大丈夫です。あのぜひぜひシャッターチャンスなのでお願いします。ではまずですね、あの審査員の方から皆さんに賞を送っていただきますので、あのその賞について私の方から発表させていただきます。で、発表を行った後に審査員の方からなぜ贈られるのかというお話をしていただきまして、その後に受賞者のコメントという流れにしていきたいと思います。今回審査員4名いらっしゃいますので、それぞれ1名ずつ選んでいただきました。まずはじめに弊社
株式会社ダイブイントゥーコード代表取締役野呂弘義さんからです。では野呂さん、ちょっと前にお越しいただいてもよろしいですか。少々お待ちください。ではですね、早速発表したいと思います。野呂弘義賞を贈られるのは渡部美奈子さんです。おめでとうございます。では皆さん、お拍手をありがとうございます。ではですね、野呂さんよりコメントをいただきたいなと思います。コメントお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、野呂弘義賞ということで渡部美奈子さんにお渡ししたいと思っております。で今回はですね、私かなり自由な視点で選ばさせていただきました。観点としては、私最近ですね、アフリカに展開をし始めるみたいなことをしてたりとか、教育事業者に携わっているとかですね、そういう観点から非常にその日本語教師の方についての、サービスの改善につながるものなんじゃないかなって感じました。で特にプレゼンテーションの中で皆さんも驚かれたと思うんですけど、日本語教師のですね、7割が日本人じゃないっていう出てましたよね。あの事実が私ちょっと衝撃的で、確かにそういうことが実際発生してるだろうなと。でそこに対してちゃんと日本語を、使い方を共有することって実はその重要な日本のプレゼンスを上げることなんじゃないかなって感じました。ですのでそういった期待だとか、私自身そこの事業にね、非常に、親近感を覚えたっていう点も含めて、お渡ししたいと思います。ではちょっと読み上げさせていただきます。野呂弘義賞、渡部美奈子殿、貴殿は第5回デモデーにおいて優秀な作品を創作されました。よってその素晴らしい作品をたたえ、ここに野呂弘義賞として表彰いたします。2018年10月7日株式会社ダイブインということ代表投資役野呂弘義、おめでとうございます。おめでとうございます。ではですね、渡部さんの方からコメントをいただきたいなと思います。ありがとうございます。まさか賞をもらえると思ってなかったので本当に嬉しいです。野呂さんがおっしゃってくれたみたいに、日本だけじゃなくていろんな日本語教育に関わる人のためになるようなものをもっと作っていけたらいいなって思ってます。趣味の範囲で、はい、以上です。はい、おめでとうございます。では野呂さんお戻りください。ありがとうございます。次に、メドピア株式会社執行役員 CTO 福村明則様からの賞です。福村様、前の方にお越しください。では発表いたします。福村明則賞を贈られるのはチーム道玄坂さんです。おめでとうございます。皆さん拍手をお願いします。はい、ということでまず福村さんからコメントをいただきまして、その後にチーム道玄坂さんからコメントをいただこうと思います。はい、僕は僕視点で賞を選ばせていただいたんですけども、どこ見たかっていうと、ユーザーテストのところの動き方を結構重視して、今回選ばせていただきました。でチーム道玄坂さんだけはバーッと動かしてエラーが出なかったのと、あと何ですかね、これユーザーテストデータが結構しっかり入ってて、使う人のことを結構考えてたかなというところで、非常に今後こう作り込みたいなっていうようなサービスだったかなというところで今回選ばせていただきました。お疲れ様でした。ではですね、こちらをチーム道玄坂さんにお渡しいただいてもよろしいですか。普通に渡しちゃって、はい。
お願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ではですね、チーム道玄坂さんからコメントをお願いします。ありがとうございます。すごく嬉しいなというか、昨日の2時とかまでずっとユーザーデータ入れてて、今朝も13時に最後のプッシュをしてやりました。7月から作り始めて大体3ヶ月、丸3ヶ月ぐらい作ったんですけど、まあ、3人とも12月の同期で、この3ヶ月すっごい楽しくて、自分でこうサービス作るっていうのは本当にいいことだ、いいことっていうか、こんな楽しいことないなっていうのが今の感想なので、皆さんもぜひ作って次のデモデーに出てください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではお戻りください。チーム道玄坂さん、すごい合宿とかも確かされてまして、はい、なんかすごい同期3名なんですけど、すごい仲が良くて、すごい私も印象に残っております。ではですね、次に株式会社キュルキュル代表取締役 CEO 時田由美子様からの賞です。時田さん、前の方にお越しください。では発表します。時田由美子賞を贈られるのは山口さんです。おめでとうございます。はい、ということで時田さん、受賞のコメント、賞状を先に渡していただけますかね。はい、お願いします。はい、おめでとうございます。では時田さんの方からコメントをいただきたいと思います。山口さん、おめでとうございます。私も結構個人的な視点から選ばせていただいたんですけれども、まず一点、これ本当に私の趣味の勘なのかもしれませんが、私は結構サービス作りの時に好きな傾向として、なんかあってもなくても、なんか誰にとっても変わらないものよりもなくてはならないものとか、よりみんなが幸せになるものに対してサービスを作りたいっていう思いがあるんですね。それが結果的に広めることにつながっていくと思っていて、それで今回もそういったところで見たときに、山口さんの課題といいますか、がとても共感できるというポイントが高くありました。またこの改善、プレゼンですねの仕方として、結構自分の体験を元にしたプレゼン方法であるとか、きっとこれはこんな風に使われてこういう時に押されるんだろうなみたいなことがリアルに想像できるのも、会場に対する共感度が高かったんじゃないかなというふうに思いました。はい、で、逆にですね、こういったサービスの課題としてはマネタイズがとても難しいという課題がありますので、マネタイズについてどういうふうにお考えになられているかというところと、あと瞬間を切り取ったサービスになりますので、その瞬間起こることをどんなテクノロジー、どんな方法で実際に動かしていくかというところに関しては磨く必要があると思うんですけれども、でも大変いいコンセプトとサービスだなというふうに思いました。おめでとうございます。このデモデーのアプリを作る上で、実は初めは全然違うアプリを想定していました。で、右足の手術をきっかけに、このアプリ、こんなアプリがあったらいいなということで、こっちに変更させていただいて、で今この賞をいただいて、あ、よかったなと安心しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ではお戻りください。ではですね、次にライフイントゥーコード卒業生で以前デモデーで優勝されたニュータニックスジャパン合同会社小西雄介さんからの賞です。小西さん、前の方にお願いします。では発表したいと思います。小西雄介賞を贈られるのは渡部さんです。おめでとうございます。はい、ということで、小西さんの方から賞状をお渡しいただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。嬉しいです。
では小西さんの方からコメントをいただきまして、その後受賞者の渡部さんからコメントをいただきます。私も個人的な思いで選ばせていただいたんですけれども、一つ特徴的だったのは今の仕事に直結しているというところですね。最近私は自分の仕事を、効率化するというかちょっと楽にするために JavaScript でブックマークレットを作るのにハマってるんですけれども、ちょっと観点は違いますけれども、そういう自分の仕事がこういうサービスがあったらもっといいものになるなとか、あとそのサービスを超えたところでその授業を受ける人のためのことを思っていたというような広い視点で作られているなと思っていました。あとは個人的にその自分が使うことを想定されているということなので、この中では一番リリースされる可能性が高いのではないかというふうに思いました。それで今回選ばせていただきました。おめでとうございます。本当にびっくりしてます。ありがとうございます。本当に何でしょうね、技術的にも全然まだまだだし、なんでしょう、ほとんどのアプリの部分は気持ちでできているようなものなので、でもとっても嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。では残すところは最優秀賞ということで、最優秀賞の発表については、今回弊社株式会社ライブイントゥーコード野呂さんにお願いしたいと思います。野呂さん、前の方にお願いします。はい、それでは私の方からですね、デモデーの最優秀賞の方の発表をさせていただきます。さあ、今賞を手にしていらっしゃる数でいうと渡部さんが一番有利かというふうに多分皆さんね思ったんじゃないかと思うんですけども、審査員の方独自の視点で今回選んでるってこともありますので、まだどなたになるか分かりませんね。で、会場の皆さんもしかしたらもう分かってるかもしれませんけれども、最後発表をしていきたいと思います。ではですね、最後発表するにあたってですね、皆さんに一点だけご協力いただきたいなというものがあります。何かって言いますと、今回ですね、ドラムロールって普通あるじゃないですか。前回のデモで参加した方覚えてます？前回やったの、ドラムロールをですね、ここで皆さんやってほしいんですよ。ドド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 ドってですね、はい、ちょっと練習してみましょうか。では皆さん行きましょう。ではドド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 ドやっていただいて、その後発表に行きたいと思います。会場全体でね、そこを皆さん称えるっていう観点でですね、ご協力いただけるとすごく嬉しいです。はい、最後の締めとしてね、ぜひお願いいたします。はい、ではですね、発表していきたいと思います。はい、それではいきますよ。それでは、第5回デモデーフィフスですね、最優秀賞者は山口さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。最優秀賞、山口秀則殿、はい、記念は第5回デモデーにおいて優秀な作品を創作されました。よってその素晴らしい作品をたたえ、ここに最優秀賞として表彰いたします。2018年10月7日株式会社ライブイントゥーコード代表取締役野呂博義、おめでとうございます。山口さんに向けて、あと他の登壇者の方に向けて、審査員の方からコメントを一人ずついただこうと思います。その後に野呂さんからコメントをいただきまして、で最後に山口さんからコメントをいただくという形になっております。では、福村さんからお願いします。前の方がいいですか。その場でじゃあ振り返っていただく形ですかね。前向いて、じゃあ前を向いて、山口さん、すいません、山口さんを見ていただきながら、あと他の登壇者の方を見ていただきながらお話しいただけると幸いです。お願いします。
はい、皆さんお疲れ様でした。今回は僕初めて参加だったんですけども、皆さんそれぞれ、レベルの、差はありつつも、その皆さんの持ってるその、スキルセットで少しストレッチした感じの、作品を作ったのかなっていうのをすごい感じました。で、中でも山口さんの、作品がエンジニアを目指し始めたばかりの、皆さんの中でもその手を出している領域が多かったというところはすごい評価できたかなと。ビーコンだったりとか Google マップスだったりとか、ウェブだったりとかで、そこをよく、動くところまで持っていったなというところが非常に評価できました。また皆さんもですね、動くところまで持っていけたのがすごいなと思います。非常に面白い会に参加させてありがとうございました。皆さんお疲れ様です。先ほど私は山口さんを個人的に選んで、そこで理由を述べましたので、総括的なところを中心にお話ししたいと思うんですけれども、また皆さんは本当にゼロから始めて今に至っているっていうことを聞いた上でなんですけれども、今後ですね、皆さんがビジネスの中にエンジニアとして入っていくというところを、前提としてのお話になりますが、やはりこういったサービスをするときにユーザーの声であるとか、ユーザー調査、ユーザーインタビューの部分をちゃんとされているのかなというところが気になりました。と、自分の思いだけで自分が作りたいものを作るという今の時点から、よりユーザー側の方たちが本当に求めているものの仮説が違うこともありますし、その仮説を持っているとして当たっていることが検証できていると、他の方に話すときにその力強さが変わってくるんですね。本当にそんなことを思う人いるんですかって多分きっと聞かれると思うので、その時に、いや、その僕だけじゃなくてみんなそうなんですみたいなこととかがいかに言えるかみたいなことに対しての引き出しをたくさん作っていただくといいんじゃないかなというふうに思いました。で、また2点目が今回、ビジネスの視点というところに関してはあまり各チームから出なかったところがありましたので、次いいサービスを拡大するためには、やはり拡大するなりのエンジニアの数であるとか様々な背景が必要になりますので、どうやってこのサービスを拡大できるかなという視点でより世界を広げていただけたら嬉しかったなというふうに感じました。お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。私は、2回前にデモデーに実際に出てたので、皆さんの立場もよく分かっておりますので、温かい目で見守っておりました。山口さんは、今年からエンジニアになられたんですよね、はい、っていう中でもハードウェアを使っていたりとか API を使っていたっていうところで、そのカリキュラムにない部分でも頑張っていたなというふうな印象を受けたので、今回の賞につながったのではないかと思っております。で、他の方たちもおそらくカリキュラムにはないような機能とかを、使っていたと思うんですけれども、私も実際に出た時は、カリキュラムないものももちろん使っていたし、そういう意味で実際に登壇して成長できたなっていうのはありますので、皆さんも自信を持って、カリキュラムだけではとどまらず自分自身で頑張ったという経験を、得られたということで、自信を持って今後につなげていっていただければと思います。ありがとうございます。では次に野呂さんからお願いします。はい、登壇者の皆様お疲れ様でした。そして審査員の皆様本当にありがとうございました。今回ですね、皆さんの作品を発表拝見しまして、私も講師として皆さんの授業を担当してきたというところもあってですね、非常に嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、皆さんが本当に最初の授業を受けた時って右も左も分からなくて、もうレイルズって何だっけとか Ruby の書き方さえも分からないと、多分そういう状態だったんですよね。で、そこからやっぱりプロダクトを作って自分で考えて作り上げていくことってどうだったかなっていうのがちょっと聞いてみたいなと思っています。で、完成度とかですね、人による差はあったと思います。で、そこはご自身が一番よく分かっていると思います。人前に立って皆さんに説明して、
その表情でもうひしひしと分かると思うんですよね。ぜひですね、腕を磨き続けるきっかけにしていただきたいと思いますし、ただそれで自信を失うことはありません。ここにいらっしゃる皆さん、ね、皆さん応援してますけれども、登壇者の皆さんは自分からチャレンジしようと思って決意して行動した人なわけですよ。行動することってものすごく重要で、きっと皆さんのですね、将来にとってプラスになるきっかけになるんじゃないかなって思います。で、今回山口さんはですね、本当にビーコン使ったりとか、あとはウェブとなんか連携をするようなマップをね、使ったりとかね、そういうことにチャレンジしようとする気概がすごく伝わってきましたし、あとやっぱりプレゼンテーションがすごく共感できたんですよね。スッと入ってくるっていう、まさにそこがすごくいいなと思いました。で、他の皆さんに先ほど時田さんのお話もありましたけども、ビジネスとして成立するかどうかっていうのをもっと考えてほしいなって私は思います。私も起業家としてこう会社を作るってやってきてます。で、その中でそのサービスってお金が回らないと大きくならないですね、うん、逆に大きくなるものってお金払ってでも使いたいってなると思うんですよ。なのでご自身の中で趣味の範囲内ももちろんいいんですけど、そこからちょっとチャレンジしてみて世の中をちょっと良くするっていうですね、そんな風にチャレンジしていただけるともっといいんじゃないかなと思います。そして感染者の皆さんもですね、短い時間の中で本当に発表にね、採点していただいて本当にありがとうございました。きっと次回のデモデーはあなたたちが参加するということで楽しみにしておりますので、お待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、山口さんからコメントをいただこうと思います。ありがとうございました。私は今年の4月にですね、デモデーを見に来ていました。で、その時に絶対に次は出るぞとすぐに決めてました。で、渡部さんも、僕と同期 で何人か今同期が見に来てるんですけども、多分これから入、ダイブイントゥーコードに入る方とか入られたばっかの方もここにいると思います。ぜひですね、自分の力を半年後にね、すごい成長しているっていうのを想像しながら、学んでいってほしいなと思います。今日はありがとうございました。はい、コメントありがとうございました。ではですね、写真撮影に移っていこうと思います。まずは、登壇者の皆様でごめんなさい、噛んじゃいました。ここに来てがっつり噛みましたね、ごめんなさいではですね、登壇者の皆様でそちらに今立っていただいていると思うので、写真撮影をして、で次に受賞者の方で写真撮影をして、次に受賞者の方とプラス審査員の皆様で写真撮影をしたいと思います。で、ちょっと感染者の皆様はちょっと時間が空いてしまうんですけれども、少々お待ちください。ぜひお待ちいただけるとありがたいです。次に、受賞者の皆様で撮っていただきたいです。
次にですね、審査員の皆様ご移動いただきまして、受賞者と審査員の皆様で写真を撮ります。すいません、審査員の皆様ご移動お願いします。次に行こうと思います。では次にですね、デモデーのディレクションを担当いたしました、ダイブイントゥーコード講師富永さん、閉会の挨拶をお願いします。だいぶ皆さん入ってしまったんですけれども、改めまして今回のデモデー用を担当させていただきました富永です。ダイビングコードの富永です。そうですね、いろいろすごい緊張したんですけど、こんな状態になってしまったんで割とリラックスしています。そうですね、デモデーなんですけれども、ダイビングコードビジョンがあります。プロのエンジニアになるために挑戦する人がチャンスをつかめる場を作る、そういったビジョンがあります。まさにデモで行ってそれを体現したものだと私は思っています。なので、卒業したら授業の時にいつも言っているのは、皆さん授業、ダイビングコード卒業が初めてプロのスタートラインなんだよという話をさせていただいております。まさに今回、この3ヶ月間頑張っていただきました皆さんもそのスタートラインに本当に立てたんじゃないかなと思っています。改めましてありがとうございます。お疲れ様でした。ちょっと小話、私の小話です。実は私、5月に